是什么运动在日本一推出就造成轰动，可以消除肩颈酸痛，又让腹部平坦紧实。日本艺人渡边彻两个月内瘦下12公斤的秘密就是乐体运动。日本知名高尔夫球教练常住智秀身体力行开发出来的乐体运动，まず人の体にある身体軸、この軸を整えることによってより効率的な運動をするための運動指導法論です。等身体轴心的关键就是要搭配这条100%环保纯细胶的乐体绳，只要将身体姿势调整成一直线，你也可以跟常住老师一样，一年瘦下21公斤，腰围减掉24公分的肥肉。私も実はすごく太ってました。それでもう歩くと膝が痛いし、体が太ってたんで、これはもう人生ここでもう運動できなくなっちゃうのかなと思ったんですけれども、自分でやはり研究した運動方法をしっかりやるようにして。やってみたところ本当に自分でも体が引き締まりました。ですから、年を取ったら体はもう動かなくなっちゃうんじゃなくて、きちっと運動をすれば誰でも、若い時の自分をに近いものを取り入れることがまた取り戻すことができると思います。常住老师的乐体运动能强化腹部的核心肌群及顽固的腹部肥肉，让你远离代谢症候群。パルメソッドは僕がプロスポーツ選手を指導するために考えた指導法論なんですけれども、特にダイエットとかそれから姿勢を整えることによってスタイルを良くするとか、また、腰痛の予防とか肩こりを、予防するとか。実は僕もお腹がすごく空いちゃって、トレーニングして食べなければそれは痩せるかもしれないですが、それは、ダイエット、僕のはダイエットじゃなくて体を動かして引き締めて動く体を手に入れるものなんですね。ですから、お腹が空けばやっぱり食べたくなりますし、我慢してストレスがたまって運動ができなくなるよりもちゃんと3食しっかり食べて体を動かす、これが基本になっているので、食べる制限は僕はしてません。日本国民瘦身乐体运动现在引进台湾，一根绳子就能拉出爱动会瘦的身体，一次1分钟，赶快动一动，一起来变瘦。